ちやさなえの人眼物紹介始まるよ。皆さんこんにちは、こちやさなえです。オープニング作ってみました。技術が未熟なもんでまだ寂しいですが、ちょいちょいアップデートしていきます。それでは今回紹介するのはこちら、キューマブルモデルです。こちらは2009年頃に出たミューズメントの景品です。出たのはシャイニング、ゴッド、ゴッド、ハイパー、マスター、ライジングの模試です。このグッズの特徴はとにかく可動範囲がすごいです。あのロボット魂にも引けを取りませんよ。では1体ずつ紹介します。まずはシャイニングガンダム。珍しいことにスーパーモード固定です。ノーマルやバトルにはできません。ただそういうギミックを削っているので、シャイニングにありがちなパーツコロリがないのはメリットにもなりますね。カラーリングは設定がより薄い感じがします。右手首の握り拳はあるのですが、このシリーズ手首硬くて交換大変なんで勘弁してね。ライジングガンダム、本編ではレインが乗っていたので女性らしさがどことなくありましたが、このフィギュアはかっこよさに振ってる印象です。本来ウルベが乗る予定だったので、こんなアレンジもいいのかも。マスターガンダム、うん、これは正直好きではないです。顔と色がね。これは個体差あるかもしれませんが、投稿者のマスターは胴ラインめっちゃぶらつくんです。これ持ってる人員から同じなのか教えてほしいです。またこれはマスターの宿命なんですが、スタビライザーが重くて立たせられません。スタンド必須です。唯一いいところを挙げるとするなら、スタビライザーもいろいろ稼働するぐらいです。ゴッドガンダム、これも自分的にはあまりかな。羽は結構好きですけど、顔と G ナックルが難点ですね。ここいじくれば結構良くなると思います。あいにく複数体持ってないんでできませんが、最後はハイパーモード。特段言うことはないですが、金色だと色の薄さは感じないので、個人的にはこっちの方がいいです。以上です。まとめますと、可動は申し分ないですが、色が薄いのと多少のアレンジが効いてます。おすすめはシャイニングとライジングですかね。余談ですが、土毛役の関智一さんはこれのゴッドガンダムハイパーモードを所有されています。それではまたねー。